ピットマダレは2号艇の寺田翔、E ピットマダレ、3号艇の菊池康平遅れまして、前半戦最後の第6レース予選競争、1、2、4、5、6、3、菊池が一番外からで、さあ船を進めてまいります。辺り一面も徐々に暗くなってまいりました。風は現在はスタートライン上では目立った風はなく、1号艇の中田龍太、第6レースの人気の中心です。さあここは奮起のイン逃げから初勝利なるか。2コース2号艇寺田翔、今シリーズ手堅い走りで大崩れなし。そして3コースに4号艇の松井茂、ポイント稼ぎの勝負がけ成功なるか。今日はこのレースのみで登場、1、2、4。そして5号艇でしょうか、羽野直也、今日前半戦4着引っ張りました。6号艇で篠崎元志、準優等格の予選ラスト、一番外になって3号艇の菊池康平、本日2回走りの勝負がけ、ここは6コースからの勝負になって1、2、4、そして5、6、3の3対3となってまいりました。12秒進の回転となっています。さあ人気どころがスロー勢で、前半戦最後の第6レース、1番2番4番5番6番3番3対3、2秒1秒、今スタートしていきました。コースターは内側からインコース、2コース、1号艇、2号艇、ダッシュ勢からわずかに5号艇ですが、逃げる1号艇の中田、インター、1号艇、2号艇、後ろ1番、3番、6番、3番ですが、バックセンチャー、2号艇、寺田、つけ前、まくりが決まって先頭、そして現在2番手ですが、4号艇、5号艇、並んでまいりました。あとは1号艇で、後ろ6番、3番、なおスタートは正常でした。ライターマーク、トップで回るのは警戒にまくった2号艇の寺田翔、そして2番手足ですが、5号艇の羽野が行って、追っつけて6号艇、その間隙を4号艇、差し返していきますが、さあ、内外に広がって、ソフトワークで、わずかに5号艇の羽野が上がってきて、レースは2周目となります。さあ現在2番手争い、5号艇羽野、一定失点、4号艇の松井が3番手を追走、2周目で出したマーク、トップで2号艇の寺田、そして2番手争い、5号艇の羽野が回って、その4号艇が先前、この5号艇がさばいていきますが、5号艇羽野2番手を追走、3番手4号艇勝負かけ松井、上位が2号4となっています。先頭と2番手が早くも 30m から 40m、 そして1点進から2点進で4号艇の松井茂が3番手、あとは6号艇、1号艇、3号艇の順になっています。ライターマーク、トップ抜け出した2号艇、警戒に寺田翔、2番手5号艇の袋にしたという号艇ですが、さあ松井が差を詰めてまいりまして、5号艇と4号艇一定進ほどになって最終周回へと入ります。現在は5号艇羽野2番手、そして4号艇松井が差を詰めてまいりまして、最終周回ライターマークの2番手、4号艇の松井がコーナーを先取り、待ってさばいて5号艇の羽野直也ですが、ここはわずかにさばいた5号艇羽野2番手をキープ、3番手4号艇とここも上位変わらず2号4、そして水が入ってきて6号艇の篠崎、あとは1号艇3号艇の順になっています。さあ最終ターンバック2号艇の寺田翔がここ見事勝負がけ成功の初勝利の活躍、2番手5号艇の羽野直也、後方3番手ですと4号艇の松井茂が予選トップまで、最後の直線コースは第6レース、ここは2号4で3連単を満周決着、先頭2番5番ゴールイン、4番ゴールイン、6番